近藤寺原院は、大阪府泉佐野市姫野にある神言、総お室派の寺院。近世末までは隣接する姫神社の神宮寺であった。国宝の多宝塔は、石山寺多宝塔、金剛三万院多宝塔と共に、日本の多宝塔の三名塔の一つとして知られる。また境内が、姫ね遺跡の一部として、国の史跡に指定されている。伝承によれば、天武天皇二年。 天皇の直眼寺として、また、ひね神社の神宮寺として遺跡、山根が異事務変更委員の名で、里志号あジャリにより改装され、奈良時代の天平年間、聖武天皇の直眼寺となり、寺寮宣告が加造されたという。その後、公認六年、空海によって、近藤、多方等をはじめとする書道が再行されたと伝える。南北朝の将平八年、戦火を受けて消失。 その後、五村上天皇と五亀山天皇の勅命により、再興された。次元院の位置する、ひね僧は、御節家の一つである九条家の荘園であった。文岐元年から四年間、全関白の九条正本がひねに滞在して、領地の直接経営にあたり、日記、正本公旅引き付を残している。天正十三年には、橋場秀吉の奇襲伐の下を受けて、無変院は、 近藤、多方等を除いた前山が消失する。その後、慶長7年、豊臣秀頼によって、ガランの再興が始められ、奥の坊山の坊病院、海から大院、稲の坊中の坊下の坊東宝寺、上の坊病神社、観音堂、微射門堂、ごま堂の道宇が建立された。漢文年間には、岸和田藩藩主、 岡部幸隆により修復が行われ、漢文五年、中野坊が、忍の寺の聖書門跡から、現在の因を、次元院を賜り、忍の寺の末寺となった。明治時代になり、神仏分離が行われると無偏行院は隣接する、姫神社と切り離されてしまう。その上、無偏行院及び諸達中は廃絶され、次元院のみが残された。宗派は現在は、神言。 そうおむ派となっている。ありがとうございます。